ベトナムのアジアフードコーポレーション、グーダウ、赤いクマという意味です。のマッシュルームと野菜味、揚げ麺に粉末スープと調味料がついています。麺は細めで気泡感があり、柔らかめですが、でんぷん質の粘りがあるので、軟弱な印象はありません。スープは薄味で、旨味は各調味料依存が強そうです。ハーブのような香りが特徴的です。具材は乾燥ネギとつぶつぶの人参が入っていますが、あまり効果的ではありません。パッケージのイラストは最初パンダかと思いましたが、実は赤いクマだそうです。子供向けのキャラクターなんでしょうが、日本人の感覚からすると正直言ってあんまし可愛くないです。